大分市の辺津木本町。古来より交通の要衝として栄え、歴史的な町並みが保たれています。今も江戸時代末期から戦前にかけての建物が点在し活用されています。90年以上続くこちら金物店もその一つ。一角を改装して道具屋みぎわが開かれています。営むのは藤川幸太郎さんです。立ち寄りにくい状態になってたところがあったので、ちょっときれいにして、はい、お客さんに寄ってもらえる場所を作れればなと思って、はい、始めました。藤川さんは高校時代までこの辺津木で育ち、東京で就職して結婚しました。金物店3代目店主の父勝也さんを少しでも手伝えればと、2年前コロナ禍をきっかけに地元に戻ってきました。本業はインターネットや広告の仕事。妻の依子さんと共にリモートワークをしながら、休日に道具やみぎわを開けています。木ですよね。木です、はい。これもなかなかなくって探してたんですよ。嬉しい。木で作られた皿や人形、さまざまな大きさをしたたわしやほうき。店内には天然素材にこだわったものや台所用品、掃除道具などの生活小物が並びます。店のコンセプトとしては暮らしの道具屋さんっていう風に位置づけていて、昔ながらの金物屋の何でしょうね、スタイルを踏襲しながら、ちょっと現代風にかっこいいデザインの商品とかを集めてたりします。工房や展示会に積極的に参加し、商品選びにこだわっている藤川さん夫婦。県内の作家の作品も取り揃えています。古いものが好きで、こう古いものとこう可愛い新しいものが加わって、すごくおしゃれなお店だなと思いました。およそ10年ぶりに地元辺津木に帰ってきた藤川さん。町の活気が少しずつ戻ってきていると感じたといいます。一番の変化はこれ本町通り、辺津木の本町通りに結構お店が増えてきているところが、はい、変わったなと思っていて、にぎわってきてるなっていうのは感じます。藤川さんは地元の町づくり団体にも所属しています。町の商店を営む人たちと協力し、かつて辺津木が栄えたにぎわいを取り戻すため、イベントなどに取り組んでいます。皆さんに当日出店してもらう必要があるかどうかは詳細についてでもみんなの要望を今聞いてるんですかね。この日も次のイベントに向けての話し合いが行われていました。ピンポンボールみたいな、個々の店だけじゃなくて、みんなで集まってこう結束してイベントとかしようっていう今流れはあるので、それは、はい、なんかまあエネルギーになってるというか。町のにぎわい復活に向けて少しずつ手応えは感じているようです。生まれ育った町なので、いろんな人に訪れていただきたいなって思いは、はい、あります。で、町としてもなんかもう少しもにぎわい創出引き続けできたらいいなと思っていて、なんかもっとこう、店舗が増えて、なんかお店の数も多いし、人もたくさん通ってるような街になってくれたら嬉しいなと、は